ジェラン、でこうなったロジックが不能、共感覚驚きが笑い声に変わる、成り行きが最適解、神様も知らない、いたずらな心でほらオーバードライブ気味さ。彼は周太郎、何周太郎？柏木周太郎だ。柏木周太郎くん。藤村京子です。なぜ気づかなかった俺、周太郎と京子って俺の父さんと母さんの名前じゃないか。子供の時にさ、ビートルズのライブに連れてってもらったんだよ、父親にさ。そっか、好きだったもんね。何が？ビートルズ。初対面なのになんでわかんだよそんなこと。おじゃん、ビールもう一つ。今が1978年だとすると、1980年にポール・マッカートニーが薬で捕まってツアーが全部中止になるんだけど、それは言わないでおこう。そして父さんには夢を諦めてもらわないと。そうしないとダメなのに、なんで胸が苦しいんだろうな。Says goodbye, my sweet winning news for a day. I play the tune, look at me, I'm already gone. In those days that I was alone, do believe me when I say it was you and only you. You're the one I had already.My home, my goal, my crime. I never knew it was merely a fool's override. It passed its time. 何を根拠にしたかって？だって俺、過去にまでやってきて、今過去を元に戻そうとしてるわけで、これって主人公補正つくんじゃないって、ここで助けに来て死にましたとかってならないんじゃないって。約束のつぼみは諦めかからなければ。